おはようございます。たかしです。本日は10月27日水曜日、ただいま7時38分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は円安が進行しましたので、結構思った以上にポンド円は上げてきたという印象ですね。現在ここにエリオット波動、この赤のエリオット波動の5波が進行中かなというふうに見ております。そしてその5波の中で今一旦の調整の下落、そしてここからさらに上昇かというふうに考えてます。一旦のターゲットとしては160円付近を考えておりまして、まださらに上の方にターゲットはあると思うんですが、一旦160円付近かなと。それがここの、今見にくいんですが、フィボナッチリトレースメントの 50%、 このグレーのラインですね、ここが 159.937 というラインなんですが、この辺付近を目指して一度上げてくるとは考えてます。インジケーターなんですが、今ストキャスティックスはゴールデンクロス仕掛けてます。で、マックディは上昇モメンタムが消えて一旦デッドクロスしたんですが、ここからさらに上昇してくるのかなという感じ、印象を受けますね。で、ストキャスティックスがゴールデンクロスしてきて、マックディがこのモメンタムが消えたところでもう一度上昇するっていうことがよくあるパターンですので、今本日が陽線で終わるようですと、それが完成してもう一段上げてくると考えられます。個人的にはここでもう少し調整をするんじゃないかというふうには考えてますが、今日が陽線で終わると、もうこのまま明日以降160円を目指して上げてくるんじゃないかというふうにも見えます。ただ昨日のロウソク足っていうのが半分上髭になっておりますので、少し分かりにくいなと。今上昇はしてきましたが、ここからもう一度下落するようにも見えますし、だいぶ上昇が強かったっていうのも分かりますので、今日が陽線になるのか陰線になるのかで一旦の調整に入るのか、それともさらにもう一度上げてくるのかっていうところが分かれてきそうです。ただ現在 GMMA とは乖離しておりますので、どこかでここと接触するような動きはしてくるとは思いますが、今インジケーターを見てると、ここからもう一度上げそうな雰囲気にも見えます。では4時間足です。4時間足ではこの白のエリオット波動の3波進行中、そしてオレンジのエリオット波動が昨日の上昇で5波完成したのかなというふうに見てます。完成というか5波がまだ継続する可能性がありますので、まだここで終わったとは考えにくいんですが、今のところもう5波に入っていると個人的には考えております。そうするとこの白のエリオット波動の方は3波がまだ進行するのかというところですね。そしてオレンジのエリオット波動が5波がここで完了したと考えますと、ここからの修正波に入りますので、そこがこの白のエリオット波動の4波になるのかなというふうに考えてます。ですので5波がどこで終わるかですね。今ここで終わったとすると、ここから修正波に入るし、まだ5波が継続中となると、もう少し上げたところからの修正波になっていくと考えてます。インジケーターを見てますと、ストキャスティックスは今デッドクロスして下げてきております。マックディは上昇モメンタムが維持している状態ですが、弱含んでいるのが分かります。そして気になるのが昨日のロウソク足です。少し拡大します。はい、こんな感じです。ここをね、直近の安値の戻り高値、ここ1時間足単位での戻り高値にはなるんですが、ここの部分を今実体で抜けてきているようには見えます。ただこの2つのロウソク足、この陽線とこの青の陰線ですね、これをくっつけますと上髭の長い陰線になるんです。陰線の方が少し大きめなんですね。ですのでここの上昇っていうのは大きな陽線だったんですが、それを上回る陰線で打ち消されているということです。ここは上髭になっておりますので、この下落に対しての戻り高値、ここの部分を髭で抜きはしましたが、結局実体では抜けていないというふうに取れるんですね。はい、もう一度戻しました。今ですので、今この下落に対して強い上昇で昨日上げてきたんですが、結果的にはここのロウソク足は打ち消し合って上髭になってますので、ここの上昇っていうのは売り圧力で抑え込まれたことになりますと考えますと、今日はここからもう一段下落するんじゃないのかなというふうに考えてます。ですので個人的な見解ですが、このオレンジのエリオット波動の5波はここでフェイラーで終了して、ここからの修正波に入っていくと考えてます。そうしますと、この白のエリオット波動はここで今3波が終了して、そこからの4波入り、このオレンジのエリオット波動の修正波が白のエリオット波動の4波入りになるんじゃないのかなというふうに捉えてます。
ただ先ほども日足のところで言いましたけれども、日足のインジケーターを見てますと、まだもう一段ここから上げるような雰囲気にも見えますので、少し悩ましいなというところですね。では1時間足です。昨日はここの黄色の三角保ち合いのところを上に抜けるか下に抜けるかっていうところでした。そして動画の中でお話ししてたのが、上に抜けたら基本的には押し目買いですがということを言ってました。でブログの方では書いたんですが、押し目買いではあるんですけれども、あまりぐんぐんと上げていくイメージじゃないというふうに多分書いた気がしますが、個人的にはそのように思ってたんですね。ただ結果的には結構上げてきましたよね。で一応この 61.8% のこの白いライン、ここですね、 61.8%、 157.334 っていうところ、この辺ぐらいまでは上げてくるかなというふうには思ってたんです。でそこからの N 波を描いての下落になるのかと思ってましたが、今ちょっと分かりにくい動きをしてるんですが、ここが4時間足でのヒゲになっている部分です。で最終結構大きくは上げてきたんですが、陰線で同じだけ打ち消されてますので、今 61.8% を超えて 78.6% まで到達してるんですが、4時間足で見てますとここの部分がヒゲになってるので、実態はここで抑えられていることになってるんですね。ですのでそう考えますと、今この直近の安値の戻り高値、ここですね、ここをわずかに超えてはいるようには見えますが、実際はここヒゲで返されてますので、今日はここからの戻り売りを狙っていくのかなというふうには感じられますが、やはり動き的には少しややこしいなという気がします。で今高値圏にありますので、今日のトレードポイントとしては、昨日の高値ですね、ここまで上がってきたところではダブルトップ狙いの、ショートを打っていけばいいと思いますし、もしくはもう一段上がってくるとここですね、ここでのダブルトップを狙ってはいけると思います。ただ基本的には押し目買いですので、こういった急激な上昇、今円安にも向かっておりましたし、このような急激な上昇が起こる可能性があります。ただですね、円指数を見てますとそろそろ反発してくるのかなというポイントにも来てますので、急激な下落っていうのも考えられますので、そこは注意かなと思ってます。ではまとめますと、日足単位ではもう一段上昇しそうな雰囲気には見えますが、4時間足以下では昨日の強い上昇っていうのはやはり高値圏で打ち消されておりますので、戻り売りかなというふうには考えております。ですので昨日の高値に来たところではそこでのダブルトップ狙いのショート、もしくはさらにこの直近最高値ですね、ここでのダブルトップを狙って、ショートをしていく。ただその場合も大きく取っていくのではなく、短く利確していくのがいいかなとは感じております。ただ基本的には押し目買いで上目線ので、下支えされたところでは買っていきたいところではあるんですが、個人的にはこの上昇していくっていうのを懐疑的に思っていますので、ちょっとロングは難しいかなというふうには思ってます。でロングもショートも難しいなとは思うんですが、どちらかというと先ほど言いましたように、このダブルトップなどで取っていく方が優位性があるので、損切りまでのポイントが短くなるってことですね。なのでそのようなポイントで仕掛けていくのがいいかなと思いますが、今日も分かりにくい動きをしそうですので、はっきりと下落のパターンが出たところでショートを仕掛けていくのがいいのかなと感じております。ただ高値圏ということと、そろそろ月末ですので乱高下をしがちな動きになってきてますので、無理なトレードはやはりしない方がいいと思います。これ毎日言ってますけれども、ここのとこずっと分かりにくい動きをしておりますので、やるなら買い足でのトレード、そして短く利確っていうのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。